くだらないな。アクアブレイク。もう帰るとしましょう。ようやく周りが片付いたわね。さてと、ユーティー、そろそろあなたの彼を紹介してもらう時間といこうかしら。私の彼とかじゃないから、男らしいわけでもないし。あ、面と向かってそう言われると悲しいな。あら、そう？ま、ユーティーに似合う男ならどこかの英雄くらいじゃないとね。以前あなたが話していたファビアンみたいな人とか？おっと、あの人は年上すぎるかな。シェラザード、あら、ユーティーを怒らせちゃった。冗談はこのくらいにしておかないとね。そこのユーティーの彼じゃなくて、アンデッド調教師さん。私はシェラザード、ユーティーの親友よ。もし後からでもユーティーが気になるようになったら、先に私に報告すること。わかった？ああ、はい、シェラザードさん。僕はラテルと言います。ルーゴ村出身で薬草採集をしています。ユースティアとはクロマチツ氏と遭遇した時に出会って。かしこまらないで、シェラよ。シェラ、肩肘張らずにユーティーに話すみたいにしてちょうだい。待って、今大事な話を聞いた気がするけど。黒魔術師？ユーティ、あなた黒魔術師と戦ったの？そんなことは今どうでもいいの。シェラ、ここで一体何をしているの？私は鉱山で珍しい魔石を探していたのよ。でも入ってみたらなんだか雰囲気がおかしかった。なんだか兵士たちが歩き回っているし、あちこちには魔力防壁が設置されているし。あっちの防壁は特に頑丈だから、こっちにキャンプを設置して解除する方法を探していたのよ。ついでにここをうろつく兵士の相手もしたりしてね。もしかして彼らは黒魔術やアンデッドについて話していなかった？さっきの骸骨を見た時に反応したことくらいしかなかったけど。なんだかおかしな感じはしたわ。もしかすると
ユーティーが心配している件と関係があるのかもね。本当に悪はどこにでもいるのね。あの兵士たちが黒魔術師と関係があるかもしれないってことですよね。どうしよう、ユースティア、追い出そうか。はい、ここで何が起きているのか調べなければ。そのためにはあちらの防壁を解除するのが先決です。それならここで考えておいた方法があるわよ。あなたたち、あの氷菓子の倉庫から鍵を拝借してきたのよね。あ、そうです。シェラーさんがあの医者の人に伝言を残してくれたおかげです。かしこまらないでって言ったわよね。それとも私と慣れ合うのはごめんってことかしら。ああ、そのごめんなさい。あ、いや、ごめん、気をつけるよ。いいわよ。じゃあ倉庫に行きましょう。そこにあるものについていくつか聞いていることがあるの。止まれ、ここは通行止めだ。あ、さっきまでは通れたのに、どうかしたんですか。とあるバカ者が鉱山管理者の倉庫で物を盗んだんだ。それで今は犯人探しの最中だ。あっちを見てみろ。早く言うんだ。倉庫に手をつけたのは誰なんだ。何度も言ってますが、私たちの中にはあなたの倉庫に手をつける者などいません。最初に鉱山の鍵以外に盗まれたものはないとおっしゃったではないですか。私たちも鍵を持つのに、どうしてあなたのものを盗むというんですか。鍵以外にも帳簿が。くそ、お前ら以外にこんなことをする奴はおらんのだ。罪のない村人たちを問い詰めている。これ以上は見ていられない。あの人ラテルって言ったわよね。もともとあんな性格なの？ラテル、今度はまた何をするつもりなのですか？ぬ？誰だお前は？よそ者が首を突っ込んでくるな！鉱山拡張費用20万ゴールドのうち3万ゴールド、魔物防御用の支援武器の半分。
石炭トロッコ200台分のうち30台分、そしてま、待て、やめろ。どうしてお前がそのことを知っている？この帳簿に全部書いてありますよ。ご覧になりますか？ま、待てよ。この内容は、あなたは一体どれだけの物資を着服したんですか？しかも王室に献上すべきものまで。このことが領主様の耳に入った日にはもうおしまいだ！だ、黙れ！声が大きい！クソ！お前は一体何者だ！何をぼさっとしている！あいつを捕まえろ！いや、こうなったからにはここにいる奴ら全員捕らえて口封じをするんだ！自分の非を認めないどころか暴力を振るおうとするなんて許せない！ユースティア？いつまで時間を無駄にするつもりですか？でもこのままだと村の人たちが。心配いらないわ。あの帳簿が村人の手にある限り手は出せないわよ。あ、青の魔女も仲間だったのか。あなたたちは一体何者ですか？どうして外部の人が私たちを助けてくれるのですか？このことは忘れてください。私たちはここで何もしていないということにしましょう。わかりました。この恩は絶対にお返し、いや、徹底的に忘れることにします。ユースティア、こうなることを知って？何のことだか分かりませんね。さあ、倉庫に向かいましょう。とんでもない塞ぎ方だわ。ラテル、力を貸してくれない？あ、はい、任せてくだ、いや、任せて。待て、対話で解決しよう。
はあ、ようやく入れたよ。ウィグルも思ったより力持ちだね。ウィグルー、この魔石を見てみて。レムナント先生の言った通りだわ。ここは宝の山ね。レムナントという人はあのお医者様？そうよ、あの人なんだか私に氷菓子を懲らしめて欲しそうにしていたの。村人を苦しめていた悪い氷菓子は私たちが懲らしめたんだから、戦利品はいただいてもいいわよね。ああこれが全部横領したものなら村に返した方がいいんじゃないか。まあいいじゃない、あなたが帳簿を盗んだみたいに悪者を倒すために使うんだから。シェーラー、全部は持っていけないわ。必要な分だけ持っていきましょう。残念ね。ま、しょうがないか。とりあえず今必要なのは魔石よ。できる限りいろんな種類の魔石を集めておかなきゃ。上位魔石の錬金は私がやっておくから、あなたたちはできる限り魔石を集めてちょうだい。聞きましたね、ラテル。早く見つけてください。わかった。ところでさ、なんだか最近の僕雑用係になってる気がするんだけど。何か不満でも？え、いや、なんでもない。探してくれよ。見れば見るほどからかいがいのありそうな人ね。これからもっと楽しくなりそうじゃない？ちょっとあなたたち、一体何を見つけてきてるのよ。特にそこのアンデッド、それはどう見ても魔石じゃないでしょ。これじゃ襟分けるのに時間がかかっちゃうわ。ウィグル、まったく。まあ上位魔石の錬金にはこれで十分そうね。それがあれば私の魔力を増幅させて防壁の構造を解析できるはず。ただし錬金術は集中しないといけないから静かにしておくこと。間違って暴走でもしたら大変よ。ああ、わかった。そういえば以前錬金術をした時は家一軒丸ごと燃やしたわね。家一軒？待って、ユーティー、それは小さい時の話でしょ。集中するのに邪魔になるからそんな話は禁止。じゃあ始めるわよ。Thank you.
いいわね。もう魔力の流れが見える。この防壁を解除するには。下の方の解除装置を何とかしないと。ここにも防壁があるんじゃないのか？大丈夫、こっちの解析をすればいいから。今度は上の方よ。ずっと上から魔力の流れを感じる。この前の方よ。集中しすぎて頭が痛いわ。あ、いろいろな場所に行ってみなきゃね。仕方がありません、行ってみましょう。ウィーグル！時間を無駄にするのは大嫌いよ。
いい感じね。うまく解除できたみたい。あ、まさか立て札に手がかりを書いておくなんて。僕たちには好都合だけど、ここの兵士はちょっとおっちょこちょいみたいだね。敵が装置を解除することを想定しながらも、近くに手がかりを書いておく必要があったのでしょう。例えば、あの兵士たちの指揮体系が統一されていなくて、コミュニケーションが取れていないとか。そうなのかしら。とにかく今は残りの防壁を解除しに行きましょう。教室へ戻りましょうか。てやもう教室へ戻りましょうか。解除した。これでもう向こうに行けるよね。うん、よくできたわね。防壁の魔力が薄くなっているのがわかるわ。急ぎましょう。おそらく兵士たちも私たちが防壁を解除しようとしていることをわかっているはず。
最後に確認したいことがあるの。やっぱりポイントになる回路はレイク特有の魔法技術が適用されているわ。だけど外装の製造技術はどう見ても露天王国かデュインのものね。ユーティ、こんな代物を作れそうなやつ知らない？わからない。今までに見た黒魔術師の中にはこんなものを作れるやつはいなかった。黒魔術師にしか興味がないのがユーティーらしいわね。そうよ、彼らがどんな技術を持っていようが、あなたの剣と私の魔法があれば怖いものはないわ。それじゃあ、これから悪い人間に審判を下しに行きましょうか。